どうもこんにちは。禁止ボトルの交換していきましょう。これはブータンアンタエウスのサムチシュードロカ。まだいけるけど変えてしまいましょうか。もうちょっと上まで食い上がりぐらいで体重乗り切って、その場合40超えてくるんだけど、この状態だったらね、多分30半ばぐらいでしょうね。まあ大体わかるんで、そんなに乗ってこないですよ、この状態だと。これは MT160 使ってるんだけど、まだ早いですよ、全然。ただもうちょっと作業してしまいます。今回、まあ、前回か、変えてる分で一番でかいアンタイウスの幼虫が47ぐらいだったと思うけどね。これは多分30そこそこだと思う。何乗ってこないと思うよ。早いと分かってても、ちょっともう仕掛けときます。まだ早いな、全然。食ってないもんな、この絵。ほらね、小さいでしょ。30、ほら、4、言うた通りでしょ。34g。まあ、早いと分かってて、この重さだから、全然納得ですよ。温度管理も劣ったんでしょ。やっぱりね、MT160 の場合は、ボトルの上まで食い上げの状態で、二度食い食い上げが基本やね。それで最重の席言うんで、まあ、全然早かったです。次はこちら、国産オクワガタ。新潟県産。粒子荒いね。暴れたんかな。まあ、置いとくと良くないんで、3本目に入れて、8日まで持っていくっていう感じかな。暴れなかったらそれでいいんですけどね、2本目で全然。浮かさせるんだけど、メスやろなぁ、この食い方やと。まあ、あんま分からんけどね、まだ。あ、メスだ。やっぱりね。11、こんなもんでしょ。42とか3とかで仕上がってきそうやけど。新潟県産ってやっぱ中途半端なサイズ多いというかさ、オスでも67から71ぐらいで揃って、メスも40から42ぐらいまでね、それがまあパターンとして多いかなと思うんだけど、はい、こんなもんです。これは山梨県産ですね、国産オクワガタ。超ベーシックな山梨。水分抜けとんな。キノコ生えたからな。やっぱりね、キノコが生えると急激に水分失うんでね、その分極端に劣化が早くなるから、キノコ生えそうと思ったらこうある程度こうこそいでね、処理していった方がもう血がようなりますよね。キノコ生えたらほんま一気に水分なくなるから、禁止瓶スカスカなるからね。青がこの状態は気にしながらやるっていうのが基本なんですよね。メス、ちいちゃ、何グラムもないやろこれ。9、はぁ、材割りで取れたみたいな予兆になったら。そんなあかんで、ね。40以下んな、多分な。38とかそんなんちゃうか。まあ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 。ね、産地物なんで大事に管理してるんですけどね。これは中国ホウペイですね。福建省北方。まあ、ホウペイのブリーダーさんから直接買い付けたからかなり完成度高かったっすよ。自分がやってもそこそこいいので、だから最近のホウペイほんとすごいよね。まあ、ラベルとしてはもう決まりきったところしか残ってないけどさ、北方とかさ、あとは海南島の五指山があるぐらいか。
まあ、五指山はね、割と森が深いから、ラベルの信憑性としてはそこそこ高いんだけど、海南島五指山といえば、あそこ国立か国定公園かなんかですよね。中国のね。まあいいんだけど、スペングラー山亀とかさ、中国の海南トカゲモドキとかかなりこう、爬虫類もええのんねんな。五指山は。これも中国方面ですね。福建省の北方。まあ、暴れてるけど、これはどうだろうね。オスっぽいかな。わかんない。まあ、粒子細かいんでね、若干ね、オスっぽいような気もするけど。よいしょ。ああ、やっぱオスか。はい。22か。大したことないな。1400で繋いどこか。めんどくさい。でかいボトル入れても出へんやろ。はい。オッケーオッケー。これね、タイアンタエウスのドイサケットさんなんですけど、2本目でね、ちょっと暴れとって、このまま置いといたら、多分過不全なんで、3本目に入れてしまいますわ。やっぱボトル新しかったかな。アンテとか平田なんて、古ければ古いほどいいからね。大平田家の場合ね、まだ寝かしきれてないボトルに入れたから、もうええわって思っちゃったんですよね。今回もちょっとまだ詰めて一月ぐらいだから、早いんは早いんだけど、34か。寒いな。まあね、タイアンテだから大陸系とはいえ34ではちょっと寒いよな。まあ、ヒマラヤ系だったらね、MT1 本で45とか後半ぐらいは行くんだけど、大陸系だから、まあ、ちょっと体重が乗りづらいっちゃ乗りづらいかもね。これもタイアンタイウスの2本目ですけど、食うてないよね。暴れてるだけみたいな状態。全然ダメ。あ、模様化してる。危ねえ。触るとこやった。いかんいかん。集中力買い取るな。こんなん外から見た一発でわかんのに。これはいかんぞ。これはどうだろう。タイアンタエウスのドイサケット。これは洋室ではないよな。ただ単に下の方におるだけやと思うけど。もう変えてしまおう、変えてしまおう。ねえ。今回はもう、タイアンタイウスでも大事にいっとるからね。ええ加減にはやってないよ。暴れて8日とか一番体重乗らへんパターンやからな。まあ、アンテみたいなネクイとかさ、平田もそうだけども、イグイができれば理想だから、そういう意味で MT160 って重宝してたんだけどね。32g か。じゃあさ、さっきの 34g のこっちのケースに入ってもらいますわ。見えるし、行くケース。クワガタにも使えんねん、実は。そこそこ絵の出る。割とちょっと、小手先のテクニックやけどね。見える飼育ケース。ヘラクレス作ったら、角曲がりが絶対出ないしさ。アンタユース入れても、オクワガタ入れても、結構絵の出るよ。この見える観察ケースっていうのかな。商品名としてはね。これで置いとく。まあ、タイアンタユースつっても昔みたいに安くないもんな。まあ誰がアンタイウス根崩れさせてたかって言ったら僕なんですけど、幼虫バンバン出してね。もうだけど昔みたいにいろんな虫がいっぱい出回るっていう時代じゃないからね、細々とワイルドが入ってきてんのをみんな大事に大事にやってるからね。
いいことやと思いますよ。ありがたみがあってね。なんでもそうやけど、ありがたみなくなったら雑に扱われて、市場から消滅するっていう、それだけの話ですから。もったいないよね。そういう消費的な飼育っていうのは常にこう、避けていくっていうのが、ブリーダーである以上考えなきゃいけないことかなとも思うんでね。